今キャンプ芸人のアスマさんが来られてます。で今から物販とトークショーが始まるから見させてもらいます。一番特等席です。楽しみですね。楽しみ。ちょっと聞かせてもらって感想また言います。後ほどで出てもらいましょう。はい、出てもらいます。I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's how we make a change. Oh, you know you'll always come here. Yeah. Psycho. トントンコーヒー。トントンコーヒー。今あの大人の方2名そうやってもらった。やってくれて。美味しい言うて。やっぱり自分でこう頑張って叩いて砕いて飲むコーヒーは美味しいって言って、ね、言ってた。ね。うわーすごい。こういう生で初めて見た。私も。レアボンズですね。かっこいいですよね。なんか聞いた話によると。これのロングバージョンが出るかもしれない。ロングバージョン、そういう時はなんて言うんだっけ。買っちゃいましょう。あれ撮影してくれましたか。もう夏終わっちゃいます。して宙に置くかというふうに。ホルダー磁石の。そう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 、見ました。あるべき人のところにあった方がいいんです。あ、そうくれたの。思わないですか。そこは応援したくて、そうそうそう、一目惚れして買っては見たけど、自分が使うよりもっていうことですよね。すごいでしょ。海のようなところを持ってます。いや海かなって思いました。いや僕も今海のようなあの気持ちをいただきましたから。そうそう、あの漆黒の闇でしょ。コナンで何が起きるかわからない。マットブラックです。艶あんまないです。マットな。はい、今日もあのキキちゃんさんに来ていただきましたよ。じゃあ一緒にベントラックスブース見に行きます。お願いします。これ出たよ、パパさんのセット。パパさんセットやん。え、パパさん、パパまさに、はい、あ、マジで。これとこれ3セット。今日もな。実際寝心地はいいっすか。めっちゃいいです。ほんまに僕いろんな人らに同じこと言われるんですけど、このセットでね、この、まあこれ足でね、このセットってほんま家のベッドとあんまり変わんない感じ。確かに、ほんまに寝やすい。めっちゃいい。めっちゃおすすめ。これも買ってるよ。あ、ほんまや。トング焚き火トング、あの、すぐ買ったやつ。すぐ予約したやつ。なかなかこれもね、やっぱ入ってこないんで、今入荷分、まあ、その入ってくると1回の量は多いんですけど、やっぱ売れる量も多いですね。そうですね。店舗さんに卸してる量も結構な数卸してるんで。そうなんですね。結局僕らの手元に残るものも少ないっていう。で、多分これがそろそろ目処立ちそうで。これもまたあれですか。これ、あの、この前ちょっと買って、そのアパートで展示してて。そうですよね。これが、多分、うまいこといけば11月中には販売できそう。これほんまにこれよりちょっとまた手加えてるんで。あ、そうですね。まあちょっとご覧あれって感じです。楽しみ。はい、でも黒めっちゃかっこよくない。黒、ここがめっちゃかっこいい。さすがや。で、これもね、今回大人気の今回はあります。で、今日初、多分初お披露目です。あ、そ
色、これ新色です。確かに初めて見た。サンドが今回、入荷したのが1週間前ぐらいです。そうです。まだ販売してなかったんですけど、10月の1日から。から販売。あ、そうなんですね。じゃあ今日はちょっと前乗りの。前乗り。先行販売。やばいですね。そうですね。結構。あと何個ぐらいあるんですか。これはあと1個です。やっぱやっぱハギングダックもそうっすね。もう販売してからほんともうやっとこの天板もやっと販売してから、これね、これ二次生産やっと終わって、これもついこの前やっと二次生産分上がってきた。これってミニマルワークスのやつに合う合う MAAL。なんか他のメーカーでも合うんですか。合います。あ、合うんですね。あのここのここの長さ、まあどっちかというとあのアマゾンとかで見たらここから端っこの、はい、このここまでの長さ書かれてあるんですけど、それがね、90でここまでが1メーター以下、1メーター1センチ以下だったら大体のものがある。あ、そうなんですね。夏頃にこの前販売してる。これも二次製作のやつで、一応あのダブルウォールの。え、めっちゃ安ないですか。サーモンやのに結構コロナの人もちょうどいい。ああの氷入れる人、僕らもそうなんですよ。レモンサワーの人結構ちょうど外で行くのにちょうどいいです。レモンサワーばっかなんで。はいはいはい。結構ね、これ買われた方で、検証動画とかで、あのどれぐらいとか溶けるよっていうのをやってくれたりする人多いんですけど、結構売れてますね、これも。これ結構シンプルで安いの。レントラックスの商品自体が基本的にはできるだけ安くしたいと思って、まあ、やってるんで。なんでここのね、セットでこう持ち歩いてもらったら多分こういう風にね、やっぱ相性いいと思う。めっちゃいい。今回レザー系がいろいろと。トングすごくない。これ焚き火トング。そう、あれですよね。焚き火トング用に作ったやつ。あ、こんだけライトも。そうですね。すごい、これCB 缶カバーもある。で一応片押しで一応テントラックスを持ち上げてるんで、かっこいい。オーディ缶とオーディ缶の250と500のサイズ、2種類、3色展開で。3色展開です。であとはまあ下に、ただ今度ちょっとあんまり見づらいんですけど、あのそれこそインディアハンガーとかのフック。あ、ほんまや。あ、すごい。まあまあ一応こういう風に。で、あとシラカップ、シラカップのカバー。それも片押し。シラカップカバー。かっこいい。レザー製。なかなかレザー製のね、やつない。今回 T シャツも。わあ、かわいい。猫店長の T シャツや。ですね。へえ。ありがとうございます。あれからもアウトドアパークからでも結構ちょこちょこと新作が出てきて、でまあチェアもやっとあの時に試作だったんですけど、そうですよね、ベンチだけだったんですけど、やっと販売始まって、ごめんなさい、ブラックだけはね、もう完売してるんですよ。いや、そりゃそうですよ。ブラックも今回僕らでも持ってきて、もうほんまになくて、国内にも。そうなんですか。今、制作頑張ってるって感じです。プロかっこいいわ。まあ結構、座り心地もいいっていう。へえ、これ高さ変えれて。そうですね。あ、これ2段階。2段階です。足を抜くだけです。コットと一緒です。あー、なるほど。あ、めっちゃ。なんで、まあ、他のメーカーさんとかで、あの、上げ下げできるやつありますけど、有名な。あれとか足が脱着はするんですけど、ショックコードついてるんで、横にまとめる。あー、それがなくて、もうそれを取り外して置いておけるんで、実際今、このブランドスタイル。座りたい人だったら別にあれいらないよって言うんだったら家でも置いとけばいいんで。その分かるじゃないですか。あー、なるほど。そして今真後ろにあるんです。もう今生産入ってるんですけど、まあマルチかも。これも今試作の形なんで、実はこれにまだ付属がちょこちょこと。そうなんですか。レジとか、あー、はい、まあワッペンつけれるように、もっとカスタム、もうマルチカムすごい。マジで、実はこれ生地が、あの、きつくなりました。ごつくなりました。
なんか触り心地も、触り心地もまた変わります。めっちゃしっかりしてる。でこれが新色で出すんですけど、足つきじゃなくて交換用の上だけも販売します。あ、カバーだけ、ね、あ、めっちゃいい。じゃあこれ持ってたら、持ってたらカバー買えば、そう、うん、めっちゃいい。今回これをちょっと今制作しだしてます。すごい。うまくいけば、うまくいけば年内には販売できる。ずるいずるいのばっかり出してきます。まだまだ頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ピーキャンさんでした。ピーキャンさんでした。じゃあまた、また、また後ほど、また次回、次回お会いしましょう。こまめに、こまめに。すごい。おお、はい、紅茶の入れ方。高さは関係ない、ね、そんなに関係ない。あの、そこは関係ないんだ。そう、今言うか言わないかちょっと悩んだんですけれども、はい、しっかりお伝えしておいた方がいいかなと思って。あ、もう今のめっちゃ上手です。はい、なんて読むんですか。ブリッジーズファクトと。ブリッジーズファクトさん、はい、おー、すごい。今販売してるのが、はい、あのコンパクト軽量焚き火台を販売してます。実際この大きさなんですけど、はいはい、収納時は、はい、こちらになります。薄っ。英語サイズを目指して作ってます。おお、すごい。はい、それがこうなるんですか。はい、で、はい、これ全部同じ規格で作っているので、はい、この穴とかは自由に、あの、例えばこういう絵にしたいな、こういう道具にしたいなっていうものを、まあ、値段はちょっと上がっちゃうんですけど、あの、提供していただければ、はい、オリジナルのものをオーダーで作ることも可能で、あ、ここ、これ、あの、そうですね、抜いた私の道具です。なるほど。はい、すごい。この1枚に、はい、あのオリジナルのちょっとロゴを入れてほしいってなった時の、はい、お値段は何円ですか。だいたい、3万円から4万円を今予定していますけど、だいたいそのぐらい値段に収まる。あー、なるほど、はい、これだけじゃつまらないので、あの、お得とグリルを今開発してますので、それはこちらになりまして、今ちょっとあの失敗しちゃってて、あの失敗、重心位置はちょっと見せて、こうなってしまう。ただ今もう設計の方は修正完了しまして、ほう、もうこれはないことにならないです。どうやって追加の薪を入れよう、どうやって薪を離そう、その問題を、はい、これハーフなんで、あ、こう、なるほど、かき集められる。あ、そういうことか、はい、すごい。これもちろんこれも英語に収まります。おー、すごい。どんどん重くはなるけど、サイズは英語に収まります。重くはなるけど、はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。失礼しました。わ、すごいな、あんなコンパクト焚き火台。こちら、すごい。うち切削の加工屋さんなんで、うん、はい、あ、全部削り出し大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。すみません。超いい感じ。ウィーハブさんです。からこんなちっちゃい薪ストーブ、すごい、めっちゃ可愛いんですけど、だからなんかもう、うん、この焼肉のこのトングでこれでめっちゃ可愛い、薪をくべるっていう感じですか、ね、いや、すごい。この台もこれ用に、なんかそれ、まあ端材で作ってる、自分自身が加工屋さんなんで、これもロストルって、これなんか溶接してそうですけど、これこの鉄の塊から削って作ってる。あ、すごい。なんでこれは全部が一体型です。すごい。これは一体何でマシニングかなんか削ってる。そうですね。あ、すごい。マシニングと旋盤がある。あ、なるほど。わあ、すごい。面白い。これも木を削ったり、ウィーハブって書いてる。すごい。
これ最終的にこの煙突このてっぺんでスパークアレストまでつけて、はい、全部畳んでこの中に入る。嘘でしょみたいな。嘘でしょ、何単よりちっちゃい。すごいですね。手のひらサイズがもうとにかく好きで、いや、はい、すごいですね。結構って言って、これまあクラファンやったりとかもしてたんですけど、それでまあ全部独立したプレートになってて、でそれがごとくとか、はい、でまあ火つけながら要はこれで高さを調整するとかっていうギミックで、すごー、はい。かわいい、ね、もうままごとかしたいっていう感じですね。めっちゃかわいい。あとまあこのプレートがこう、これ実は裏側ハロウィンになってるんですけど、はい、あ、ほんまや、はい、そのプレートだけで変えたりとか。おー、はい、これ今、はい、炊いてるんですか。これ今お香で、こっち、まあ、もともと蚊取り線香を手やってます、はいはいはい、この3時間みたいな。あー、え、めっちゃ、かわいい、最高にかわいい、めっちゃかわいい。作りながらかわいいなって。我が子のようにミニチュアが好きなんですね。あとまあそのぐらいのサイズを加工するのが得意っていう感じですね。なんで木でもなんでもこれは、さっきのポケコに乗せるスモーカーなんですよ。これチップ入れてで固形燃料を置いて、まあ、燻製ができるようにで、ちょっとこうなんか別にあそんな関係ないんだけどここで空気の調整をするとか、温度計がついてる。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。ウィーハブ。企業のメーカー、クリエイターさんからプレゼントを協賛していただきまして、それを皆さんにお配りしたいなと思ってお集まりいただきました。大人の方、リストバンドピンクのしてますかね。はい、番号振ってあります。出店者の方16番です。16番です。少しも16したくないので、常にもう抽選してあります。してんねや、してんねや。当たるな、当たるかな、当たるかな。23番、はい、16番、あ、はい、45番、当たった、45、はい、あ、やばー、やばない、24番、ありがとうございます。いただきます。イエーイ、いただきます。さちこさん、いただきます。寺さち、うん、うん、何これ、マジうまい、やばい、超美味しいねんけど、やばない。じゃあお付き合い様です。お付き合い様です。そらビール飲みたくなるよね。そうだね。
やばいな、キャンプで食った飯で一番うまいかもしれない。出ますし、うまい、最高。はい、楽しかったです。アスワさんのだしスパイスいただきました。あと晩ご飯作って食べよう。お腹減った。じゃあテント戻って作ろう。雨降ってる。普通にあのキャラ作るのかっこよくないの。いやいや、あ、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ブロックで大丈夫ですか。あ、じゃあ、ありがとう。はい、ありがとうございます。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 嬉しい。ポルコと初柄のとか。今、キャンプ芸人のアスワさんが来られてます。で今から物販とトークショーが始まるから見させてもらいます。一番特等席です。楽しみですね。楽しみ。ちょっと聞かせてもらって感想また言います。後ほど。後ほど。後ほどで出てもらいましょう。はい、出てもらいます。はい、どうでした、アズマさん。いや、なんか初めて、まあ当たり前やけど喋って、めっちゃいい人、めっちゃ素朴でいい人でした。ちょっと YouTube も積極的に見ていこうと思って見ていって、コメントもどんどん伸ばしていく。爪痕の子さんとってな。それは大丈夫。なんでこいつだと思われ。ちょっとファンファンなってしまうかもしれない。いやー、もう出会っちゃったらファンファンになっちゃうね。もう感じのいい人すぎて。ありがとうございます。僕はあんまり投稿したいですけど。トバさんどうでした。楽しかったです。写真も撮ってくれてね。写真も撮ってくれて、めっちゃいい人やった。めっちゃいい人やった。もうめっちゃいい人やった。はい、じゃあ、はい、乾杯。乾杯。ございます。ありがとうございます。いや、終わったね。終わった。もう今日はちょっとスタンディングタイプで料理作っていくよ。こんなに儲けたん今日一日で。やばいよ。煮込むだけハンバーグ。そうです。しかもこの豚の脂身焼いて、ここばっかりね、気にして食いたいものが取られる。ただただ食材を焼いただけの炭火焼きのサバもらいました。
ありがとうございます。いただきます。めっちゃサバ好きやだし、食べれるんでしたら馬刺しよろしく。わ、すごい、すごい、馬刺しも出てきて、うまっこれ。うん、あ、土の塊、おいしい、うまい、うまい、あと手作りのソーセージと、なのに羊の皮もね、おいしい、おいしい、煮込みハンバーグ。